週末のバンギアのいちかわうらら FM をお聞きの皆様こんばんは。週末のバンギアのモノクロームミュージカ、この番組は週末のバンギアのバンビとルギアでお送りいたします。ツイッターでハッシュタグモノジカをつけて実況もしておりますので、皆様ぜひご参加ください。ルギアさん、今ね暑い季節なので、ちょっと涼しい話を聞きたくなりませんか？なる、好きなホラー漫画家さんって言いました？やっぱね、僕の世代だったら梅津和夫先生、もうね結構いろいろ読んだよ。持ってるしね。あ、持ってます。猫目小僧とかも好きだけどね。もうタイトルからして独特ですよね。そう。まあ、先生自体の存在もちょっと、先生自身がもうちょっと独特ですからね。妖怪の類になっちゃう。見たら、なんか見ちゃったって感じになっちゃうんじゃないか。バンビはなんかあるの？私はですね、もう猪木加奈子先生が大好きでして、なんか聞いたことある。ホラーの女王と呼ばれる女性の漫画家さんなんですけれども。どういうところがいいんだろう。もうね、なんだろう。人間的な怖さを描くのがすごくうまいんですよ。大好きで、トラウマになります。それいいのかな、それで癖になっちゃうんです。いやトラウマがね。そんな感じで今日も30分をお届けいたします。この番組は福島屋クリーニング、くらってるエコタミー、あやかー、ミッキー丼南国の、ペロリン365日ジュリちゃん、クラウドファンディングでご支援いただいた皆様の提供でお送りいたします。さて最初のコーナーはこちら、バンビの芸術の迷い人。このコーナーはいつも芸術の森で迷ってる小さなバンビが森で見つけたとある作品を紹介するコーナーです。で、今回は何を見つけてきたのかな。今回は御朱印の話をしようかなと思います。それって芸術の芸術っていうと、なんかちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、やっぱりこう筆の字の芸術というジャンルとしては芸術作品だなと思って。で、最近ですね、やっぱり御朱印ってすごく、流行ってまして、特に夏休みのね、長期休暇を使って、お寺や神社仏閣ですね、回って、御朱印を集めるっていう方も増えてるかと思うんですけれども、私ももともとすごい趣味で5年前ぐらいから、もう結構持ち歩いて御朱印帳を、至るところでいただいてたりはするんですけれども、やったことないです。いや、ないね。あ、そっか。カード集めみたいなもんなのかな。まあね。ある意味。そういう感じかな。そう。今日はその、御朱印とは何ぞやっていう話をちょっと教えようかなと思います。簡単に言うと、神社やお寺に参拝したことの証明書。証明書なの？もらうもの。行きましたよ、みたいな。そうなの。お参りしましたよ、写経を納めましたよっていう証明書になるんですけれども、この元々の起源っていうのが、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、66部開国聖と呼ばれる。よくわからないな、それ。そういうふうに呼ばれていた、日本全国66カ国を回って、経文を納めた。証として受け取る農協受取所であると言われている。よくわからない。もう漢字がどういう漢字かもわからない。お経を納めましたっていう受け取り状。お経を納めました。そうなんですよ。66部開国聖というのが、簡単に言うと、お参りのプロ集団。プロの巡業者たちって言われてたんですよね。お仕事を兼ねて回ってるみたいなところですかね。これは鎌倉時代以前からそういう風習があったって言われていて、これが大ブームになったのが江戸時代の中期、お参りとか巡礼の大ブーム。
なったんですけれども、うん、大ブーム、はい、もうね、この時期はかなりの巡礼者たちが日本中を巡っていたらしくて、うん、当時、まあ、商売だったりとか、うん、お願いしたい方、はいはい、だけどそういうふうに時間取れなくて回れないよっていう、あ、代理人化するってこと？そうなんです、代行として全国を回って、それこそご利益あんのかな、まあ、代理で代わりに納めてきますよって。まあ忙しすぎるから、うん、まあ、なんかお供え物とかをしに行ったりとか、写経したものをお納めに行ったりとかっていう職業が、いや、まあね、何もネットとかも何もないからね。そうなん、代わりに行きますっていう、なんだそれ。そうなんですね。そういうのがきっかけで、うん、まあ自分自身の信教の信仰のためにお願いしたいことがあって、はい、自分で行くっていうんだったら、うんうんうん、そういう証明書って必要なかったはずなんですよ。まあ確かにね、うん、なんですけど、うん、ちゃんと回ったよっていう、あのちゃんと回って納めたよっていう印として、領収書、そうそう、領収書とか受領書としてそういうことか、御朱印っていうのが存在したと言われてるんですよ。そうなんだ。じゃあ領収書集めて、まあ、領収書集めです。そう、領収書集め、だからちゃんとお参りしてもらってくださいよっていうものなんですよね。あ、で、まあ、全国にいくつか決められたルートがあって、うん、まあ、有名どころで言うと、あの四国の88箇所、うん、はいはいはい、88箇所巡りってやつね、はいはい、それ全て回ってお参りをすると、うん、まあ、徳を積んだとして地獄に落ちないばかりか願い事も成就するって言われてたそうなんですよ。そういうことか。はい、うん、でこの後に今の御朱印事情のお話をしていきたいんですけれども、ちょっとしたブレイクタイムで音楽を挟もうかなと。おお、なんか聞くの？え、なんかリクエストってこと？私のリクエスト。またね。はいはいはい、わかりました。何でしょう？今彩り豊かな御朱印が増えてますよっていうお話をこの後したいので、うんうんうん、色彩という曲を色彩、誰の曲それ？山っていう子が歌ってるんですけれども、ほうほうほう、はい、その色彩という曲を聴いていただこうと思います、はい、では聴いてください、うん、山で色彩でですね、うんうん、今まで御朱印の歴史というか、はい、そういうのについてお話しさせていただいたんですけれども、うんうん、現代ね、はい、うん、年々御朱印ブームっていうのがとても勢いを増していてですね。それ本当？そうなんです、そうなんです。で、東急とか電車ですね、はい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 、とコラボして、うん、夏詣とかって言って18箇所回りましょうみたいな、うん、そういうキャンペーンもあったりとか。そう、夏詣って言って夏しかもらえない御朱印のデザインがもらえたりとかもあるんですよ。デザインって何？絵とか書いてあるってこと？スタンプが押されるんですけれどもスタンプラリーじゃん。まあね、そういうのがこうデザインが本当に多様化してまして、まあ、基本的な御朱印の内容としては、うん、お参りをちゃんとしましたよっていう証明ではあるので、はいはいはい、崇拝、奉るっていう字に、はい、拝願する、お願いしましたよっていう字、崇拝っていう文字が入って、それは何、手書きなの？あ、手書きのところもありますし、印鑑のところもあるんです、はい、そうなんだね、そこは結構自由度が高いんですけれど、そうなんだ、うん、で神社仏閣の名前であったりとか、はい、まあ、お稲荷さんの名前とか神様の名前とか書いてあるの？書いてあります。あと七福神巡りみたいなのもありまして、うん、七福神の名前がポンって入ってる、まあ、そういうのもあるんだね。もあります、うん、で訪れた日付が書かれている、書かれてる、まあ、そこ重要だよね、うん、そうですね。この神社仏閣特有の印鑑っていうのが、うん、まあ大体3種類以上は押されてるんですけれど、そうなの、そうなんです。1枚のその紙に、その3個ぐらいスタンプが押されて、そう、なんとなく形式が決まってるんですけれど、ボンボンボンって押されていて、へ、近年そのデザインと言っていいのか分かんないですけど、うんうんうん、絵柄が多様化してまして、うん、まあそういうスタンプラリーみたいな七福神巡りっていうのがあったりもするんですけど、はい、まあ狐の絵柄であったりとか、狐の絵、招き猫、そこの神様の、スタンプなの？スタンプであったり、手書きで書いてくれるとこもあるんですよ。なんじゃそれ。だからね、達筆な方が書いてくれるんですよ。これがまた目の前でサラサラって書いて、絵を書いてくれるってこと？絵を書いてくれる方もいます。なんじゃそれ、すごいな。で、もう多種多様に広がってまして、まあ、うん、春、夏、秋、冬であったりとか、お正月、うん、その時期時期にしか手に入らないものもあったりするんです。うん、じゃあそれ結局レア、うん、レア系。レアケース、レアなもんだよ ね、うん、ね、今はですね、私も最近浅草で、うん、巡ったんですけど、神社巡り10軒ぐらいかな、いろいろ巡ったんですけど、すごいな、うん、3、4キロ歩きましたね。1箇所に対して御朱印の、はい、
柄が一つではないんです、うん、今、うん、どういうこと？絶対 2,3 種類あるんです、うん、ということは神社の 2,3 種類買わなきゃいけない柄、いや好きに自分で選んで、だいたい500円前後なんですけど、はいはいはい、あの神社のだけでいいですでもいいですし、あ、七福神の名前が入ったのも欲しいですっていうのも、2枚もらうこともできる、もちろんもちろんです、自分が集めたいもの、いただきたいものを選べるっていう、お正月とかになるとですね、結構大きい、うん、あのお寺の絵柄がボンって入ってるものもあったりとか、うんうん、今それ大小様々あるってこと？様々あります。決まってないの？決まってないんですね、そこまで。一応大体の大きさは決まってるんですけど、切り絵御朱印っていうのがあって、もうこれがとても芸術的で、まあ、それは芸術的だろうね、はい、これはね集めたくなっちゃうんですよね、うん、でまあ、だから御朱印は見た目が美しいものも多くて、デザイン性もどんどん高くなってるので、うん、コレクション感覚でネットで売買する方もいるんですけど、これはね、よろしくない、これはよろしくないですよ、皆さん。売っちゃダメ、買っちゃダメ、うん、ちゃんとお参り行って、これそれあれじゃん、フィギュアとかの転売やと一緒だよね。そうね、絶対良くないですよ。それは良くないな、本来の目的、うん、マナーっていうのがお参りの証明書なので、いやそうだよ、そうで自分で行かなきゃね。そうそう、そこにいらっしゃる神様とか、はいはい、お稲荷様、仏様とのご縁がありましたっていう記憶。そりゃそうだよ。それをね、なんか落札ネットで買ったりとかするの嫌だね。まあね、デザイン性が高いので気持ちは分からなくもないんですけれども、なるほど、うんうん、なのでまずは皆さんまだ始めてない方はですね、うん、お気に入りの御朱印帳をまず手に入れていただいて、いろんな、それもね、木作りだったりとか刺繍が入ってたりとかいろいろあるので、うん、そこから一つずつ神社仏閣巡ってご挨拶に行って集めてみてはいかがですか、御朱印帳、御朱印ですね、やってみようかな。はい、お試しください。続いてお便りとリクエストのコーナーです。はい、今回は？今回はですね、うん、ちょっと特殊なんですけれど、うん、私たちが京都遠征でご一緒した群青ネオさん、はいはいはい、うん、ああ、はい、いいとこね。の、はい、ボーカルのサッキーさんに、サッキーさん、ちょっとお声かけさせていただいて、うん、曲流していいですかって。ああ、よかったもんね。はい、よかったんですよ。ね、仲良くなりましたし。はいはい、で、その流したい曲に関してのコメントをいただきましたので、うん、そうなんです、そうなんです。聞いてみよう。今日はそちらをご紹介します。なんだろう。フラッシュバックという曲を流すんですけれども、うん、大切な人、もの、存在が急に目の前から消えてしまう、いなくなってしまう、そんな気持ちを歌ったバラード曲です。なるほど。実はですね、この歌は亡くなったワンちゃんのことを思って作りました。切ない。はい、ジャケットにそのワンちゃんの写真を使っているので、うん、あ、そうなんだね、ジャケットも見ていただけるとすごく幸せです。お、現時点では8月から9月の間に発売する予定になってます。まだ未定なんだね。はっきり決まりましたらまた再度。ご連絡しますということで、はい、コメントいただきました。では聞いてみましょうか。はい、では群青ネオでフラッシュバック。
続いてはバンギアを知ってもらおうのコーナー。このコーナーは私たち週末のバンギアの楽曲やイベント、オリジナルグッズなどを紹介するコーナーです。はい、今回は9月10日土曜日にルギアさんの誕生祭としてちょっと仰々しいけどそこまでね仰々しくもないんでね、はい、東京のですね大井町線沿いにある大岡山という駅からすぐのセブンズバーで、はい、うん、そこを乗っ取ってですね、バンギアバーというイベントを行います。はいはいはい、これね、毎年のようにやってるんですけど、今回で4回目になりましてね。はい、そうですね。うん、なんで、まあ、その、セブンズバーっていうのを、ね、まあ、やるかっていうとね、うん、マスターのね、新タッチャー K さんっていう方がいらっしゃってね、はい、うん、この方がね。元々ね、俳優さんで。あ、そうだよね。はい、うん、スーパー戦隊シリーズの、地球戦隊ファイブマンですね。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブってやつだね。ファイブバーですね。歌っちゃった。で、ファイブブルーね、うん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 、していた、新立屋圭さんが、はい、マスターをしているバーになってるんですけれども。ねうんまあ、最近だとね、新生、都市伊藤とハッピーアンドブルーのね、はい、パヤパヤってやつ、コーラス。歌謡曲グループですね。純烈さんともね、一緒にイベント出たりとかされてる。はい、メンバーでいらっしゃるよね、うん、今ね。だから、新さんってさ、すごいバリエーション豊かなさ、うん、なんでもできる人って、多彩ですよね。歌うたうは、楽曲作りますもんね。そうそうそう、作曲ね。うん、だから別にそのニヤニヤっていうね、グループやっててね。そうなんです。これがまあ、ニヤニヤファミリーっていうね。そうそうそう。戦隊演じられてた方とかと一緒にね、うんうん、イベントをやるようなグループなんですけど、うん そうですね、そこのね、まあ音楽もやるんで、そこのグループはね、うんうんうん、そこのまあバンドやったりする時の私、バンマスとしてね、うん、ちょっと加入しまして、うん、いい感じにちょっとギター弾いたり、そうですね、作曲はね、審査がされる。新さんが曲をなんとなく作ったんだけどって言って、うんうん、なんでそれでちょっとアレンジを手伝ったりとか ね、 する感じでやってるんです、うん、そういうまあご縁があって、うん、あとまあバンビもね、はい、別口で知ってたんでしょ、もともと新さんのことは知っていて、うん、バーにも何度も飲みに行かせていただいてて、うん、そうそう、だから頼みやすくてね、そうですね、お話ししやすい感じなんですよね、新さんがまた、お店の雰囲気僕すごい好きで、うん、居心地いいですよね、居心地がすごくいいのよ、うんうん、だからちょっとなんかイベントやるんだったらここいいなと思って、そうですね、お客様もやっぱり好きですもんね、セブンズバー、そうそう、うん、だからちょっと使わせていただいて、うん、まあ限定、まあ12名ほど、すごいね、うん、まあそれぐらいのちょっとアットホームな雰囲気でやるまあライブやったりトーク、まあおしゃべりしたり、はいはい、お酒飲んだりみたいな、うん、そういうね、ちょっと。いい具合に適当っていうのがね。そうだね、確かに、ね。新さんと一緒にやると。ああ、そうだね。それが楽しいですよね。居心地のいい感じ。なんで、そういうちょっとイベントになるんで、もしよかったらね。はい、ぜひぜひ、9月の10日土曜日ですね。はい、うん、もう夜昼かな、うん。予約は受付中でございます、ね。受付中なので、ぜひぜひ、ホームページ見てください。はい。じゃあ、曲の紹介どうしようか。今日は、新さんがやってるニヤニヤファミリーの。そこね、そこね。はい。私たちじゃないやつ。そうなんです。さあ、曲などれ行く？どれ行く？この世界は愛で生きている。ああ、もうメインテーマみたいなやつ、ね。メインテーマですね。はい、5人で歌うやつですよ。そうなんです、そうなんです。5人じゃないの？もっと。もっとね、ファミリーとか親戚とかいっぱいいるので。ね、レコーディングした時は結構いろんな方の、うん、ちゃんとその。なんか24時間テレビのようなイメージが入ってたんです。じゃあ聞いてみましょう。はい。ニヤニヤブラザーズ&ニヤニヤシスターズで、この世界は愛でできている。場所もなく夜の街歩いていた誰かの声が聞きたくて浮かべた涙はきっと優しさに変わるから心配しないでいてほしい負けないで歩いて行こう君には仲間がたくさんいるいつだって
一つになれる。君はもう一人じゃない、君は一人じゃない。笑って笑って笑って、今日もバイバイ、夢は明日へと続いてゆくから、一人で眠れない夜蹴飛ばした、石ころも誰かの足元で泣いている。何もできないと君が背中を受けてても、優しい風は吹いている。あの時のみんなの笑顔を、ここには大好きな歌がある。いつだって忘れずいてほしい、君はもう一人じゃない。バンビの血液型テゲテゲ占い。血液型別、今週のラッキー夏の終わりの過ごし方。 A 型のあなたは感謝のメッセージ、夏の間に一緒に遊んだ友達とか休暇で会えた家族や親戚に今年の夏もありがとうっちメッセージを送るといいよ。全体運アップじゃっと。B 型のあなたは蚊取り線香、夜にのんびりとチリチリっち暖かな光を見つめて夏を思い返すと体も心も整って物事がうまくいきそう。O 型のあなたは写真の整理、夏に撮ったスマホの写真とかを見返して整理してみるといいよ。楽しい気持ちになれて秋に向けての機運がアップしそう。 AB 型のあなたは夕涼み、夕方の涼しい時間帯にちょっとお散歩したりベランダに出てのんびり空を見上げたりするといいよ。頭がスーッとして気力アップじゃっと。信じても信じなくてもよかよ、みんなテゲテゲに気張りやんせ。夢を見ていたね。お送りしてきました週末のバンギャーのモノクロームミュージカ、いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。では告知の方お願いします。はい、まず9月2日土曜日、朝早いんですが、横浜市泉区文化センター、テアトルフォンテで、泉ツインズオープンデーというイベントが開かれます。そこで朝の10時15分からライブ出演します。30分ライブでね、今回ね、あのヨッコエンティさんの歌を中心にセットリスト組みますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして9月10日土曜日、はい、ルギアさんの誕生日をお祝いしまして生誕祭、大岡山にあるセブンズバーでバンギアバー、イベントを行います。一部と二部あります、座席の方が12席ぐらいしかないです。お待ちしております。お待ちしております。そして9月の24日日曜日、川崎銀座街バスカー、3ヶ月連続だね。そうですね、今続けられている。あの野外なので皆様あの体の調節をいろいろしてきてください。結構暑いかな、暑いかな、まだな、寒いかな、微妙なところだ、ね、いい季節だと思うんですけどね。まだでもちょっと暑いんじゃないかな。10月入るとね涼しくなるんだけどね。そうですね、そして、とうとう行ける、10月、クレ、広島のクレに遠征に行きます。決まってますね。ルギアさんの出身地ですね。10月の7日と8日なんですけど、詳しい情報はね、ホームページとかね、来月か、
はい、次回の放送とかでもねちょっとお届けしてもいいかもしれないです。紹介したいと思います。ツイッターをフォローしていただくといろいろ情報見られると思うので、ぜひねツイッターの X フォローしていただければと思うんですけど、 X 日本をよろしくお願いします。週末のバンギアお待ちしております。はい、お便りとリクエストもどしどし募集しております。もう本当に待ってます。本当ですよ。ください、ください、今日もあのバッジとかも送られてくるでしょ。そうです、もちろんもちろん、あの、3ヶ月ごとにデザイン変わっているので、はい、お送りします、うん、はい、はい、今日もお聞きいただきありがとうございます。今日のエンディング曲どうしよう。はい、あ、前回、サウンドラビットストーリーズ祭り林と戦のね、うん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 、の天の音のゼロ編を流したので、うん、今回同じく天の音のハスキー編ですね。あ、なるほどね。守りたい形の、あ、これ結構劇的な曲に仕上がってるんで、ね、そうですね、ちょっとオーケストラな感じもあるし、ね、うん、いいアレンジ疾走感もあってだなと、うん、ま、自分で言うのもあれだけどいいとは思うんで聞いていただければ。手前味噌ですかしてやつはい、じゃあそれでは最後のやついきますか。はい、あ、そうですね、あ、その前に次回の放送が9月の11日月曜日21時からお待ちしております。お待ちしております。では行きますよ。今回はバンビだからね。はい、あ、はい、いいですか。2回言っちゃった。はい、答えます。今日のモノジカ白黒どっち。黒。おお。邪魔するな邪魔するな邪魔するな。